うやめてください。起きろって。目覚めろ。すみません。本日もご視聴ありがとうございます。私は蛇竜とフクロウと虎の血を引くリュークスちゃんです。よろしくお願いします。今日の話題は前回に引き続き狂心シーダです。今回が第2弾、通算3回目、そして最終版となります。ややこしい。本日は今までに紹介できなかった情報を紹介します。シーダをサポートするキャラとスキル、シーダの苦手なキャラや防衛、実際の戦闘シーンは最後に付録として流します。最初は工場メンバーとステータス調整を見てみましょう。メインパーリーは三神界でレジン、エイズ、そしてボーナスのアスタルテです。それぞれ攻撃プラス3、魔防プラス5、魔防プラス5の神界効果があります。3人いるので HP 足す5も3人分かかるので HP は足す15されますね。神界効果によりシーダのステータスは高速島の順に64、48、31、46となります。この状態で神分子の策をかけると高速の2ステータスにかかります。当初は3ステータスにかけたかったので全員で調整して64、51、31、49としました。これで3ステータスにかかりました。ところがこれは過剰だと気づきました。攻撃を上げすぎるとリオンの固定ダメージにより HP を大幅に削られてしまうのです。そこで急遽召喚師との絆レベルを最大にしないで適用することにしました。具体的にハシュマノミ上げた状態で絆レベルをストップしました。絆レベルがあと1つ上がっても即魔にのみ神分子がかかるという意味では問題ありません。シーダはステータスの強さが攻、速、魔、守りとなっています。しかしシーダに必要なステータスは速さ、守備、魔防だと考えているので攻撃の高さが気になります。神分子の策を攻以外にかけるには攻撃を下げるか速さ、守備、魔防を上げる必要があります。攻撃を下げるのは難しいので実際は速さ、守備、魔防を全員や身体効果で上げます。今回は守備を諦め速さと魔防を上げ神分子の策がかかるようにしました。速さを上げる理由は回避効果を高めてダメージ、特に範囲扇を軽減するためです。魔防を上げる理由は魔法ダメージ減と火送り音へに反撃できるようにです。守備も上げればもっと安心ですね。神界は基本2から4人入れますが、そのうちの2人は魔防上げが良いです。残り2人入れる余裕があるなら林間から選びたいところです。次はシーダの苦手ないろいろについて見ていきましょう。まずシーダは戦闘中にステータスが大きく上昇します。これはつまりステータス参照攻撃に弱いことを意味します。冒頭のティニーですが、奥義陽光が敵の魔防の 60% をダメージ加算します。そのせいで神速回避が発動しているのに30もダメージを与えてきます。連勝アルムの神技月光も守備の 25% がプラスされます。あとはメッサッテスがさすがに神速回避が発動しても削ってきますね。でも毎日リオンに削られていると大したことないように思えてきますね。対策はベイルを添えましょう。次はバレンタインシルバンです。2連撃で2発目に確定車がかり奥義を打ってきます。実はシルバンに限らずシーダの苦手はあるキャラに頼ることでかなり解消されます。
このトピックの最後に紹介しましょう。次は爽快カーラです。神技が非常にレアで強いですね。奥義発動時に相手の受け奥義を発動させません。スキーダは神速回避を発動できずにカーラの奥義を最大限に食らいます。キーの回避も無効化されています。これも対策はベイルで可能ですね。奥義を打たせなければ良いのです。幸いなのはカーラのいる防衛はまずないし、シルバンのいる防衛も1シーズン1回当たるかどうかですね。そして非常に厄介なのが深海ルピナス。強いかどうかなら弱いですね。でも負けの理由は何かと聞かれればルピナスになることが多いのではないでしょうか。何度も負けてしまったあるフレンド防衛はルピナスが勝負の根源でした。でも大丈夫です。ルピナスもバレンタインシルバンも対策できます。そう、フィオルムなら花嫁フィオルム、おそらく彼女だけじゃないでしょうか。ボタン押さなくてもシーズン問わないのも、はい、補助負荷の付与です。スキーダの脅威のある程度はフィオルム一人で排除してくれます。偶像復刻してほしいですね。そして前回にも紹介しましたが、ティナが非常に厄介です。基本的にシーダは有利状態モリモリで受けるので、ティナに盗まれるとほぼ終わりです。ただでさえ効果力のキャラがパワーアップして攻めてきます。あらかじめ相手に防策をかけておいて神軍師の策を盗ませるというのが対策になりうるかも。シーダの苦手に関しては以上です。いかがでしたか？今回のシーズンは意図的にシーダパーリー陽目で攻めました。でも実際はシーダの苦手な防衛やキャラがいれば他のパーリーを使えます。イオンに反撃できない場合は大凶暴4をかける、ついでに魔防7をかける、あるいはルピナスの白い春の夢、手踊り、パニックを付与するなどでなんとかなることも多いでしょう。それではこれにて強心シーダ特集は終わりとなります。本日もご視聴ありがとうございました。
Thank you.